皆さん、こんにちは。ことふみです。おはようございます。今は2023年6月16日の朝の6時33分です。LGBT 法案の件でお話しさせてください。今日6月16日に自民党の多分会議だと思うんですが、ここで採決されて通ってしまうと、LGBT 法案という日本の国体を破壊するような法案が成立する。 する動きが確定してしまいます。それを止めるために、一人一人国会議員の先生方に電話とかファックスとか、とにかく自分は反対しているんだという意思表示をしなければならないと思いますので、皆様一人一人頑張って何かアクションを起こしましょう。ということと、この LGBT 法案なんですが、こちらは、このチャンネルを聞いてくださっている方はもうすっかりご存知だとは思いますが、 これは敵の攻撃という認識が必要なんです。その攻撃から国民や国を守るのが政府の仕事です。敵の言いなりになって国民に斧を振るう国家に対する反逆行為になります。また、広く会議を起こし、晩期抗論に決すべしという先人たちが守り育ててきた教えを破っています。岸田政権は日本の国体の破壊者です。そして、 反対18、賛成10という反対多数にもかかわらず、そのひな壇一人で通してしまうという暴挙を実行してしまいましたが、これは広く会議を起こし、晩期行論に消すべしという先人の教えにも反するものですし、民主主義の原則の一つにも反しております。つまり、岸田内閣というのは、岸田政権というのは、 民主主義を破壊させた非常に大きな罪を犯した政権です。そして、この民主主義が破壊されたということにより、日本はこれから共産主義の社会、先制政治の社会へと舵を切ったということになります。この深刻さを皆様一人一人受け止めて、自分のできる行動を起こしていきませんかという呼びかけなんです。そして、私は今回、 今回の LGBT 法案もそうなんですが、私たちが見逃しているというか考えないでいること、安倍元総理を嫌いな方もいらっしゃるかと思いますが、安倍元総理とトランプ大統領は、私たち一般国民の盾になってくれている人だったわけですね。で安倍元総理が囚人監視の中で殺められました。それで盾がなくなりました。 それを手引きしたのは私はもう間違いなく彼だと思っていますし、やったのはあの人たちだと思っていますが、その盾を失った日本、これから敵の攻撃がますます強くなってきます。それを食い止めるにはどうすればいいのか、もうここまでなってしまったらどうしようもないじゃないかと思われるかもしれませんが、基本に立ち返って私たち少し冷静に落ち着いて考えなければいけないっていうことがあるので、 お話ししたいんですが、先ほど申し上げました、万事行動に決すべしというのは、五課上の御正門にあった言葉でございます。五課上の御正門の第一の一番最初の項目ですね。そして、この同じ内容は、17条憲法にもございます。そして昭和天皇は、終戦の翌年の元旦にお出しになられた、新日本建国の御事のり、 にも、このことはお話しされています。そして、遡れば、神武天皇の建国の御事のり、そして、天照大神様が下された天上無休の進捗、これにもすべて通じる日本の精神です。その日本の精神を改めて呼び起こさなければなりません。ことここに至って、もう何もすることはないんじゃないかと、 安泰とされている方も多いのではないかと思いますが、政府や自民党の議員さんたちに自分たちの気持ちを今日、なるべく早い時間に言うというその他に、私たちは、私たちの国はどういう国なのかということを縦軸を持って考えるということを改めてしなければならないのではないのかなと思います。私たちの国が復活するヒントというのは、 紡がれてきた縦糸に思いを馳せることにあると思います。日本にはいろんな天皇陛下が下された御事のりとか憲法とかがあります。私たちの年代から古い方に遡って重要なものを挙げてみますと、まず昭和21年の元旦に昭和天皇がお出しになられた新日本の建設に関する御事のり、明治時代の五箇条の五正門、大日本帝国憲法、 教育直後、そして聖徳大子の17条憲法、もっと遡れば、初代神武天皇の建国の御事のり、もっともっと遡れば、アマテラス大神が、ににぎの御事に下されました天上無休の進捗、ゆきて知らせ、日本の国を統治せよ、という、このお言葉、これらにはすべて同じ精神が流れています。ここを私たちは、 再認識する必要があるかなと思います。そして、この今お話ししたものは全て同じ枠の中、共通の思いというのがこの中に含まれているんですが、唯一全く異質なものがあります。それは日本国憲法です。日本国憲法には、今私が申し上げたようなものたちに含まれている日本の心というのは入っておりません。 ここをね、再認識することが必要なのではないかなと思います。この一つ一つのことについてもお話しさせていただく機会があればいいなぁとは思っていますが、昔からずっと先人たちがつなぎ守ってきた心っていうものがあります。あくまで私の認識ではございますが、まず日本は天皇が統治する国であるということ。 神よの昔からの教えを守って天皇自らが行動する国であるということ。天皇と国民というのは深い絆で結ばれている家族国家であるということ。天皇は国民を慈しみ。国民は天皇を父のように敬い。そういうふうにしてずっと長い年月、私たち日本人、日本民族は過ごしてまいりました。 そして天皇が率先して働く国でもあります。これは、小倉百人一首の第一首、天智天皇の漁政にも出ておりますが、秋の田のり穂の伊予の玉を荒み、我が衣では露に濡れつつ、これは稲刈りの後の作業を天皇陛下が、あばら屋で夜中明け方近くまでお仕事をされているという、 意味を持つ和歌でございますがこれは天皇陛下が自ら率先してお仕事をされているという意味もございますまた神武天皇と建国の御事の里にもありますように発酵一中というのは日本の心ですこれは軍国主義でも何でもなくて人類皆兄弟という意味ですねそして天上無休天地と共に永遠に続くことですが天上無休の幸運を付与くすべし というのが教育直後にありますが、これは、雨土がずっと長いく永遠に続いていくように、日本の国も天皇中心として、未来英語をみんなで力を合わせて頑張って美しい国を作っていきましょうという意味です。そういう心が先ほど申し上げたような、見事のりとか、 憲法、大日本帝国憲法にもそういう思いがあるのですが、五箇条の御誓門とかにも含まれています。それらを一度見直す必要があるのではないのかなと思います。これらのことを考えますと、神代の昔から歴代天皇も国民も守ってきたわけですね。天皇陛下は自ら率先してお仕事をされ、規範を垂れ、自分も一生懸命頑張るから、 どの世代の天皇も私は神様、自分のご先祖様たる神様の教えを守って一生懸命頑張るので私の姿を見て国民もまた一緒に私と共に頑張っていきましょうという思いがずっとずっと長いこと日本の心として伝わってきていますその思いに思いを馳せれば日本の国がどうあらなければならないのか 私たちはどういうふうにして生きていかなければならないのか、そして日本を守るという盾を失った一般の私たちがやらなければならないことは何なのかということが分かってくるのではないのかなと思います。私たちの今というのは先人たちが紡いできた精神の上に成り立っています。 私たちはその文化や精神を子供たちや孫たちに伝えていく使命があります。憲法改正も論議されるようでございますが、憲法は先人たちが紡いできた心や精神を守り育てるものでなければなりません。そのためには現憲法をどう改正すべきなのか、もしくは改正しないべきなのかを考えていかなければならないのではないのかなと思います。 今回の LGBT 法案というのは日本の国体が完全に破壊されます。そしてこれを許してしまえば次はグローバリストの手に落ちてしまった自民党の憲法改正総案が成立する運びに持っていかれてしまいます。そうなると私たちの心の自由も体の自由も奪われる数年前までは想像もしなかったような危機が私たちの身に迫っています。 なんとか皆さん、今日、選挙区の自民党の先生方の事務所や国会の議員会館の事務所にファックスとか、もう考えつくありとあらゆる方法で自分たちの意思を伝えていきましょう。それではまたありがとうございました。